こんにちは、大岡西洋学院のパーマです。今日は英語学習者、上級者がリアルの英会話をするときに気をつけるべき3つのポイントを解説したいと思います。で、僕が今、英語上級者って言わずに英語学習上級者っていう言い回しを使ったのには理由があるんですよね。っていうのも僕はこの2つを区別しているんですよね。僕の中での本当の英語上級者っていうのは英語力の高さが試験や資格だけでなくって実際の経験によっても証明されている人なんですよね。一方で英語学習上級者っていうのは英語学習において上級なんですよね。英検1級を持っていたり TOEIC で900点台を取っている、だけど実践経験がない人、そういう人をここでは英語学習上級者って呼びたいと思います。それでは僕の言う実践経験とは何か。例えばライティングに関して実践経験がないっていうのは、プライベートや仕事で外国人相手に英語のメールを書いたことがない、あるいは英語で資料を作ったことがないということになります。ただこれって経験がなくてもそんなに難しくはないと思うんですよね。だって今って Google 翻訳とか AI ツールが使えるじゃないですか。まあこれがね、論文とかそういうレベルの文章になってくるともう全く別次元の話になりますけど、だけど本当に難しいのはスピーキングですよね。なぜなら英会話レッスンや試験とリアルの英会話っていうのは全然違うんですよね。まず英会話レッスンや試験は structured environment なんですよね。日本語で言えば構造化環境にあります。つまり英語を学びやすいように環境が構造的に設定されてるんですよね。これがどういうことか説明しますね。まずレッスンや試験では会話のトピックが設定されてますよね。あるいは今日勉強する文法や表現っていうのもそうですよね。やることが明確に設定されてますよね。また試験では英語で話さないといけない問題も決まってるわけじゃないですか。それに質問だって相手から絶対にしてもらえるわけですよね。その点において英語学習者は受け身なわけですよね。またオンラインレッスンであれ対面レッスンであれ、最初から参加人数は決まっているし、レッスンや試験をする場所や環境も固定されてるわけじゃないですか。だけどリアルのコミュニケーションでは構造化されていないわけですよね。会話のトピックも決まっていない。しかもレッスンや試験のように受け身になっていてはいけないわけですよね。もちろん話し相手の外国人に運よく気に入られたらね、質問のシャワーを浴びせてくれるかもしれないですけど、芸能人やアスリートでもないのにそこまで次々質問が飛んでくることはまずないですよね。だからコミュニケーションを成立させるには自分からも能動的に説明なり意見なり質問なり言わないといけないわけですよね。また仕事であれプライベートであれ、実際に外国人と英語で話すことになったら一箇所にとどまらずに移動するかもしれないし、移動しながら連絡を取り合わないといけないかもしれないし、そのコミュニケーションに参加している人数も途中で変わるわけですよね。だから状況は常に変わるわけですよね。だから実際の英会話ってレッスンや試験と全然違うんですよ。そこで今日は外国人とのリアルのコミュニケーションを成功させるために気をつけるべき3つのアドバイスを解説したいと思います。アドバイス1、 Ask good questions。 さっきも言いましたけど英会話レッスンもスピーキングの試験も相手から質問されてばっかりじゃないですか。で、英語学習者は英語で意見を言うことに必死にやってるわけですよね。だけど実際の会話ではそんな一方通行のコミュニケーションになるはずがないんですよね。もっと双方向になりますよね。もちろん外国人旅行者のガイドをするのであれば外国人が日本人に質問しまくって日本人が延々と答えるっていうシチュエーションになると思いますし、仕事で外国人のアテンドをするのであれば外国人から質問される回数多いとは思いますけど、自然なコミュニケーションはもっと双方向型ですよね。で、そこで僕が感じることがあるんですよね。やっぱり実践経験のない英語学習者って自分の意見を英語で言うことしか習ってこなかったから質問の仕方を知らないんですね。もちろん 5W1H の簡単な疑問文はパッと言えると思いますよ。だけど問題は文法じゃなくて質問の中身なんですね。これまで実践経験のない人が仕事であれプライベートであれネイティブの人と会話をすることになれば、多くの場合相手は外国から来たお客さんになると思うんですね。つまり相手は日本のことを知らないから自分がリードしていかないといけないわけじゃないですか。ということは自分から会話をスタートさせないといけないわけですよね。そこで僕のアドバイスとしては As a conversation starter, begin with a broad question。 つまり会話のきっかけとして広めの質問で始めようってことですね。例えば How do you like it here? これは日本とかその相手が訪れている場所の感想を
聞いてるんですよね。 How was the flight? これは空港まで迎えに行った時や日本に到着して間もない人に言える質問ですよね。また Are you jet lagged? これは時差ボケになっているかどうか尋ねる時に使います。また How was the hotel? これはホテルの感想ですね。で、こういう質問だったら当たり障りがないし、そもそも相手のことを思っての質問じゃないですか。だから初対面の人に会話をするのに便利だと思うんですよね。で、これがもし仕事だったら緊張感を保ってコミュニケーションを続けると思うんですよね。だけど、もしプライベートだったら話が変わってくると思うんですよね。人によっては相手との距離感をもっと縮めたい、もっと仲良くなりたいって感じる場合もあると思うんですよね。で、いろいろ聞きたいこともあるかもしれないですけどね。いきなりね、細かい質問をしない方がいいとは思います。失敗する可能性が高いんですよ。例えば、ネイティブの若い人に対していきなりね、Do you like John Lennon? ジョン・レノン好きですかって。相手がもしね、20代だったら、John who? って多分言われると思うんですよね。想像してみてほしいんですけどね、20代の日本人に、北島三郎好きって聞きます？いつの時代やねんって話じゃないですか。っていうか、そもそも誰かわかんないと思うんですよ。北島三郎は今87歳。ジョン・レノンがまだ生きてたら今頃83歳なんですね。で、もしね、プライベートなシチュエーションでね、お互いね、10代同士、20代同士だったら、好きな音楽何とか、好きな映画何、好きなゲーム何って、こう、単刀直入に趣味の話題で切り出しても、まあ、会話が成立するとは思うんですよ。だけど、30代を過ぎると、プライベートなシチュエーションであったとしてもね、いきなりね、個人的な話題に突っ込むのは賢い選択ではないと思うんですよ。で、特に相手との年齢差があるときは、そもそも趣味の話は噛み合わない可能性が高いんですよ。だからさっき言ったように Start with a broad question. Don't be too specific. で、ここでちょっと自分の経験談をしたいんですけど、昔あるイベントを手伝ったことがあったんですね。で、香港の人と一緒に仕事したんですね。で、作業と準備が一通り終わって次の作業が始まるまでこう待たないといけなくなったから、まあ、ちょっと時間が空いたんですよね。で、急に無言になってしまうのもおかしいし、やっぱりね、あの小話っていうか雑談した方がいいじゃないですか。だけど仕事は一段落ついているから、その時点で仕事について話すことはないし、かといってプライベートなことを聞くわけにもいかないじゃないですか。で、その時ひらめいたんですよね。その頃ちょうど香港のデモがすごかったんですよね。だから僕こう言ったんですよ。今香港すごいことになってるみたいだけど大丈夫って。まあもちろん英語ですからね。で、そう聞いたら、いやもう大変だよって言って、もうすごいこう大きいリアクションがあって、まあ、話が盛り上がったんですよね。で、彼は言ってたんですよ。僕が知ってる香港はもうこれでなくなったって、もうこれから僕は香港出てくって言ってましたね。で、ちなみにその香港の人たちは英語で教育を受けてきている、まあ言ったらエリートだったんで、まあ英語はネイティブだったんですよ。だから仕事で雑談するときは特に時事ネタをおすすめしますね。具体的にはこう経済とかテクノロジーとかグローバルイベントですよね。で、香港のデモっていうのはグローバルイベントに入りますね。ただ自分で香港のデモを取り上げておいてこんなこと言うのもなんですけど、初対面の人と会話が政治的になりすぎるのも良くないから、意見が割れるような話題は扱うべきではないんですよ。だけど、まあ、香港のデモに関して言うと、中国本土側じゃなくて香港側を支持している前提でね、この話題をまあ取り上げているわけだし、彼らのことを本気で心配しているわけだから、相手は絶対にまあ嫌な思いはしてないはずですし、むしろ心配されて嬉しかったと思いますので、そこで大事になってくるのが Stay on topic、 話題からそれるなってことですね。例えば海外のクライアントとオンライン会議をするってなったら、議題が設定されているはずだから、話が脱線することは少ないと思うんですよ。だけど仕事にせよプライベートにせよ、海外から来たお客さんを案内するってなったら、不確定要素が増えるわけですよね。で、さっきも言ったように Unstructured Environment なわけですよね。構造化されていないんですよね。で、さっきのアドバイスでは会話をスタートさせるための質問や話題の振り方を解説したわけですけど、ただ単に話を振るだけじゃなくって、相手が喋ったらちゃんと聞かないといけないわけですよね。ちゃんと拾わないといけないわけですよ。で、僕がなんでこんなことを言ってるのかというと、英会話のレッスンをしているとちんぷんかんぷんなことを言う生徒さんが本当に多いんですね。例えば僕は A の話をしているのに、生徒さんは平気で B の話を始めるんですよね。また生徒さんが降ってきた話にこっちがちゃんと反応しているのに、全然違うレスポンスが返ってくることも少なくないんですね。だから思うんですよね、英会話レッスンで話題が設定されていても、その話題からそれたことを平気で言ってしまう人が、そもそも話題が設定されていない状態で
会話を成立させることが果たしてできるのかどうかと。で、この動画を見ている人はおそらくこう反論すると思うんですね。いや、話が噛み合わないのは先生の設定しているテーマが難しいからですよって。まあね、その可能性はまあゼロではないですし、まあ完全な否定はしないです。また相手が言っていることを理解するにはちゃんと英語を聞き取れていないといけないわけです。だからリスニング力の低さも一つの原因だとは思いますし、扱っている話題の予備知識が足りないことも関係しているとは思います。ただそれだけではないと思うんですね。僕が生徒さんと英会話の練習をしていて感じるのは、そもそも自分の意見がない人が多いんですね。テーマを掘り下げていないし、少しでもわからないことがあったらすぐにわからないって言って諦めたりするんですね。つまりあんまり考えようとしていないんです。で、さっきも言ったように英語で話すことになる相手はお客さんになる可能性が高いわけじゃないですか。そうしたらちゃんと相手の話を聞いて、話を拾って、そこからいい質問をして話を広げていかないといけないのに、会話があっち行ったりこっち行ったりしてたら相手は心を開かないと思うんですよ。で、僕はさっきテーマを掘り下げていないって言いましたけど、掘り下げるっていうのがどういう意味なのかちょっと例を出して説明しますね。さっきの香港人の話に戻りますけど、その人は日本だけじゃなくて世界中でイベントを開いている人だったんですね。だから僕聞いたんですね。 So you organize these events all around the world, right? So how are those events different from the one in Japan? そしたらすごいリアクションがあって、 Oh, I have a great story って言って面白い話をしてくれたんですね。もちろん nosy になるのは良くないんです。 nosy っていうのは詮索好きなとか、おせっかいなとか、他人のことに首を突っ込むっていうんです。明らかに詮索しているって思われるような質問をするのは良くないです。だけど相手との会話の中から自然に生まれた広い疑問であれば、相手の心を開くきっかけになると思うんですよ、ね、だってそれだったら、あ、この人こっちが伝えようとしていることを本当に理解しようとしてるんだなって、本当に興味を持ってくれてるんだなって思われるじゃないですか。そこで大事になってくるのが Be a good listener、 いい聞き手になるってことですね。いい質問をするにも、話題からそれないようにするにも、そもそも相手の話をちゃんと聞いていないといけないんですよね。っていうのも、ネイティブの人の中にはもちろんおしゃべりな人もいるわけじゃないですか。で、そうして相手がもしこう2分ぐらい一人で話し続けたとしますよね。で、そうして話し終わった後にちゃんとリアクションがあれば相手も嬉しいわけですよね。で、リアクションっていうのは、その外国人のしてくれた話に対してあなたが言う感想や意見、あるいは理解を深めるための質問ですよね。だけど問題は、そういうリアクションをあなたがしない場合ですね。つまり無反応だったら相手は不安になりますよね。またあなたがテーマに沿っていない全く無関係の質問を投げかけたら、相手としては戸惑うわけですよね。あ、この人は私のした話に興味がないのかなって思うかもしれないし、あ、今の話はちょっと難しすぎて通じていないんだなって思うかもしれないですよね。だから結局のところ、英検とかトイックのスコアがどれだけ良くても、あなたの英語力はあなたのリアクションでジャッジされるんですよね。それでは今日のまとめを言いますね。リアルの英会話で大事なことは3つ。1. Ask good questions. 2. Stay on topic. 3. Be a good listener. 最後にちょっと雑談になるんですけど、去年の夏に僕10年以上会ってなかった友達と再会したんですね。で、その友達っていうのがずっとアメリカに住んでるハーフの人で、その彼がアメリカ人のパートナーと一緒に日本に遊びに来たんですね。で、僕らは大阪で会ったんですけど、その2人は大阪に来る前にすでに何日か東京に泊まっていたんですね。で、東京がどうだったか聞いたんですよ。で、そこで聞いた話が面白かったんですよね。っていうのが、今回の来日はアメリカ人の女性にとっては初めての日本だったんですね。だけど彼女のお父さんは80年代に日本に来たことがあったらしくて、日本という国は本当に綺麗な国なんだって昔からね、話ずっと聞かされてたらしいんですよね。だからこうどれだけ綺麗なのか彼女は楽しみにしてたんですけどね、東京がもうあまりに汚くてびっくりしたって言ってたんですよ。で、あまりに汚かったから慌ててスマホで写真撮ってお父さんに送ったって言ってましたね。で、そんな東京に比べて大阪は綺麗だし人が少ないから気持ちいいって言ってましたね。で、ちなみにエコノミスというイギリスの経済誌がありますので、そこの調査部門であるエコノミス・インテリジェンス・ユニットが毎年グローバル・リバビリティ・インデックス、つまり世界の住みやすさ都市ランキングを毎年発表してるんですけど、今年は大阪が9位だったんですね。ちなみに東京はトップ10に入れずに14位でした。で、ここでそのアメリカ人の話に戻しますけど、僕聞いたんですね。東京のどこが汚かったのって。そしたら歌舞伎町って言ったんです。で、歌舞伎町のホテルに泊まっていたから、もうなんか毎朝ね、もうゴミだらけって言ってたんですよね。なんで歌舞伎町で、ね、泊まろうと思ったのか、ちょっと謎なんですけど、まあ、ホテルが安かったんですかね。ちょっと理由尋ねたんですけどね、ちょっと覚えてないです。
でとにかくまあ食べ物も美味しいって言ってましたし、サービスもみんな丁寧で、しかもみんな笑顔で良かったって言ってたんですけどね。東京の電車に乗った時にびっくりしたって言ってたんですよ。電車に乗っている日本人の乗客を眺めていたらしいんですけどね。 They all looked so sad and depressed. Why? なんで接客するときはみんな笑顔なのに、電車に乗ってるときはみんな悲しそうで落ち込んでる顔してるのって聞かれたんですよ。で、僕ちょっとね、まあ、悪いですけど、ちょっと爆笑しましたね。まあ、よう見てるなと思いましたね。で、僕はやっぱり東京の urbanization, overpopulation, overwork culture の話をしたんですよ。だからまさかね、こんなところで、ね、英検一級が役立つとは思ってなかったからね、自分でもちょっとね、驚いたんですけど、まあ、とにかくね、東京の皆さん、僕の友達のパートナーが心配してました。そこで英検1級を目指している人も、すでに合格している人も、ぜひ練習としてこの質問に対する2分のスピーチを英語で考えてみてほしいんですよね。Why do people in Tokyo tend to be polite and have smiles on their faces when serving customers but look so sad and depressed on the train? この動画のコメント欄に英作文として書くのもいいかもしれないですね。それではこの動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。